第三海兵遠征軍所属。司令部は沖縄県うるま市キャンプコートにアメリカ海兵隊で現役である三個海兵士団の中では唯一アメリカ本土以外に司令部及び主力部隊を展開している。また沖縄にいる海兵隊の大多数は同士団か上級司令部にあたる第三海兵遠征軍所属の部隊である。 創設は1942年9月16日、多くの将兵を第二海兵士団から抽出する形でカリフォルニア州サンディエゴで編成された。太平洋戦争では4個海兵連隊を機関兵力とし、1943年11月のブーゲンビル島の戦いに投入されたのを皮切りにグアム、イオウ島の戦いなどの激戦に参加、多くの損害を出している。 終戦時は日本本土上陸に向けてグアムで再編成中であった。大戦終結を受けて1945年12月28日に編成解除されている。朝鮮戦争が開始されると1952年1月7日にカリフォルニア州キャンプペンドルトンで復帰編成された。直接戦地には展開せず、主に補充兵の提供や 前線に展開していた第一海兵士団の広報支援を行った。ベトナム戦争にも参加し、多くの作戦に従事した。1967年11月14日、士団長だったブルーの北末少将は、登場していたヘリの墜落により戦死している。第三海兵士団は、他の海兵士団と比較して戦力が少ない。戦車大隊が配備されていない他不評連隊も1個。 少なく多くの部隊が編成に入っていない。さらに、同士団には他の士団に見られない特徴として部隊配備プログラムを実施している点が挙げられる。これは、士団霊下の部隊の中でも、不評大隊、砲兵中隊などの部隊を普段は本土に展開させておき、その中から必要な部隊を敵に六ヶ月程度の周期で沖縄へ展開させるプログラムのことである。 そのため、編成上は、沖縄に主力がいるように見えるほか、多くの将兵が沖縄に在住しているのは事実だが、ほとんどが本土からローテーションで派遣されてくる部隊である。そのため、沖縄に常駐している部隊は、この編成表の中でもさらに少数の部隊に限られる、ほか、展開している海兵隊員のほとんどは、沖縄の文化に馴染む間もなく交代していくため、 地元民とのトラブルの一因になっているとも思われる。ありがとうございます。